イゴール・ミトライ・イゴール・ミトライは、ポーランドの美術家、ドイツのザクセン・シュエーデランで生まれた。クラクフ美術学校、そしてクラクフ美術アカデミーでは、タデウシュ・カントールの下で絵画を学んだ。卒業後様々な展覧会に出品し、1967年には、クラクフ歴史美術館で個展を開いた。1968年、国立美術学校で勉強を続けるために、パリに移り、 まもなくして、ラテンアメリカの芸術、文化に魅了され始めた。一年かけて、メキシコを旅し、絵を描いた。この時の経験が、ミトライを彫刻に向かわせた。1974年に、パリに戻り、1976年、ギャルリー・ラユンヌで、彫刻数点を含む古典を開いた。この成功で、彫刻を優先するように説得された。イタリアのカラーラを訪ね、まず、 テラコッタとブロンズで作品を作ってから1979年に大遺跡をメインの素材とすることにし1983年ピエトラ・サンタにスタジオを構えた2006年ローマのサンタマリア・デリアンジェリ協会のバッシリカの新しいブロンズの扉と洗礼者ヨハネ像を制作した2014年パリの三類病院にて没2005年 ポーランドの文化勲章。2012年にはポーランド復興勲章を受賞した。ミトライの彫刻のスタイルは古典的な伝統に根ざし、その関心はトルソーに向けられている。しかしミトライは彫刻の一部を大胆に切り取って、実際の古典彫刻がこむっている損傷を強調するというポストモダン的ひねりを導入している。ありがとうございます。